5月3日から5日まで、今年も浜松祭りが盛大に行われました。初日の凧揚げ会場では、朝から厚い雲が立ち込め、天候が心配されましたが、開始直前、会場の熱気に後押しされたかのように青空が広がり、午前11時、市長の開会宣言と同時に、閉店の中、各町の凧が一斉に揚げられました。子供の誕生を祝い、健やかな成長を願ってあげられる初凧。会場のあちこちで子供を囲み、雑把や太鼓の音で祝う光景が見られました。そしてそれぞれの町の印を描いた色とりどりの凧。この凧印には町名に由来するものや町内の団結を強めるものが中心となって描かれています。弱い風に苦戦しながらも各町が一丸となり大空目指して凧を上げていきます。そしてやっとの思いで上がった凧は互いの凧糸を絡ませ相手の糸を切り合う凧揚げ合戦へと移ります。今年は去年と同じ過去最多の172箇所が参加し、熱い戦いが繰り広げられました。また今年は日本ブラジル移民100周年浜松記念事業として日本ブラジル交流記念凧が挙げられました。タコの絵柄には両国の国旗をイメージしたロゴマークが描かれ、大勢の観衆に見守られながら空に舞い上がりました。アクトシティ会場のサンクンプラザでは世界各国の料理の屋台が並びました。地元浜松からは浜松餃子のお店も立ち並び、とてもにぎわいました。またステージでは、さまざまなイベントが開催され、来場者を楽しませていました。浜松祭りをこよなく愛する粋な男性を選ぶハッピーヤローコンテスト。今年からは女性の部ハッピーアネゴコンテストも開催され、参加者は自慢のハッピー姿や祭りに対する熱い思いをそれぞれに語っていました。その他にも子どもたちによる太鼓の演奏や浜松踊り、やらまいかなど市民が参加するステージが数多く開催され、心躍るリズムで浜松祭りを一層盛り上げます。JR 浜松駅周辺会場のフォルテでは、ハーモニカ作曲リレーコンサートが行われました。市内を中心に活動する同好会や愛好者が次々と奏でる優しい音色と懐かしいメロディーに多くの人が聴き入っていました。3日の鍛冶町通りでは日本・ブラジル移民100周年を祝い、地元サンバチームによるサンバパレードが行われました。華やかな衣装に身を包み、見物客の目を釘付けにしました。浜松祭りに新鮮な風を吹き込むのと同時に、日本とブラジルの距離がぐっと近づいたような一体感が生まれました。4日には、
恒例の吹奏楽パレードが行われ、市内の高校生や一般の楽団12団体およそ800人が参加しました。浜松市やらまいか大使の西条喜六さんが作曲した誘われて浜松を歌う演歌歌手の三沢明美さんもパレードに参加。市長と一緒に沿道の観客に手を振って応えていました。そして午後5時、浜松祭りの夜は合同練りから始まります。市内を東西南北の地域に分け、各町が合同で練りを行います。威勢のいいラッパや太鼓の音を響かせ、通りいっぱいに台をなして練り歩く姿はまさに圧巻。祭りの気分がさらに高まります。午後6時半、提灯に火が入り、御殿屋台の引き回しが始まります。今年は過去最多の110町が参加。そのうち82町が中心部での引き回しに参加しました。ライトアップされた御殿屋台が優雅に進んでいく様に、夜の浜松は幻想的な雰囲気に包まれました。今年は最終日の5日、雨で御殿屋台の引き回しが中止となり残念でしたが、およそ140万人の観光客が訪れ賑わった浜松祭り。地域の絆を深め、また浜松に集う人たちの交流を深め、そしてブラジルとの交流も深めた記念すべき年になりました。多くの人たちが浜松祭りに触れ、楽しみ、人々の笑顔が絶えない3日間でした。